1866年、レスリー・ウォードの描いた、ダニエル・グーチ。1882年初代、純男爵サー・ダニエル・グーチは、グレート・ウェスタン鉄道の初代技師長を1837年から1864年まで、務め、後に会長を1865年から1889年まで、務めた人物である。ノーザンバーランド州ベドリントン生まれで、多くの会社で工学の経験を積み、ロバート・スチーブンソンの会社でも働いていたことがあるが、21歳、そこそこの時に、イザムバード・キングダム・ブルネルによって、グレート・ウェスタン鉄道へと招かれた。彼のグレート・ウェスタン鉄道での初期の活動は、ブルネルの発注した雑多な後期の蒸気機関車との格闘であった。これらの機関車の中で最も優れていた、ブラストパイプの配置の改良を行ったスター級をモデルとして、彼は1840年に、車軸配置2から2の急行旅客用機関車、ファイアフライ級を設計して導入した。機関委員会の比較試験では、このクラスの幾4号が、その標準機のライバルよりも高速を出すことができることを証明した。1843年には、グーチは新型の弁装置を導入した。1840年、グーチは、スーインドン工場の位置の選定の責任者となり、1846年には、そこで最初に製造される機関車である、後にアイアンデューク級の原型となった、グレートウェスタン号の設計を行った。グレートウェスタン鉄道の会長として1865年に呼び戻され、破産寸前の会社を救い出して、セバーントンネルの建設に力を注いだ。しかしながら、後期の完全廃止は、彼の死後のことになった。彼はまた、グレートイースタン号を使って、最初の大西洋横断電信線を完成させる仕事に関しても、電信建設会社の主任技師として参加し、後にその会社の会長ともなった。1838年に彼は、マーガレット・タナーと結婚し、1868年の彼女の死後、1870年にエミリー・バーダーと再婚した。彼女は1901年に死去した。彼は1865年から1885年までクリックレード選出の保守党議員であり、1866年に純男爵の地位を電信線工事の功績で授けられている。1859年からウィンザーのクルワーパークに住んだ。彼の兄弟であるジョン・ビレット・グーチ、トーマス・ロングリッジ、グーチ、ウィリアム・フレデリック・グーチも、また鉄道技術者であった。ありがとうございます。